かつての経過。次内、剣断事件が1163 6年、または年秋と言われてますが、戦闘を始まったから、これはあの不明であると。ただ、松荒木によると、1163年11月25日、泥張崎の一期勢が、上和田かな、上和田ともかな、鳥砦を攻撃して、えー、それに家康が主権者に出任する。これがかつての始まりであると。で一期型の戦法と、八谷さんが継ぐと渡辺正綱。 家康方の先方は上田、上村正勝黒田半兵衛と。あ、はは八谷正嗣か。八谷正嗣さんですね。あの三河物語で八谷正嗣の動向、えー、ですが、家康方を僕も、僕も、家、え、康、ー、が来るとスタコラさっさと逃げて、えー、であの、逃げるか言うて松平金助ですが、えー、疲れると、俺は家康が来たからあの 逃げたんだとお前なんかには逃げねえぞ!」言ってぐさっつうとまで家康が来たんでそのまま首取らずに逃げて、えー、まあ近接的は家康において救,援あの救護されるんですがまあ,あのそのまま死んでしまったという話があってまあ離反して一気に組みするも揺れ動くこの家康家臣団の、えー、まあ家康から離反した家臣団の家臣の連中の気持ちっつうのはこのお兄さんによく現れてると、えー、いうことですね。 え大久保氏の、大久保氏が、えー、地内まで押し返して、えー、合戦をします。で、これに対して、あのー、はかりごとをしよう、あの、はめようと、要するに罠にはめようとした、えー、生き方ですが、その例の八谷さん、八谷忠次さん、彼ら大久保忠次さんの妹もこだったらしくて、の八谷さんが一気でガーン突き、突き出してきたんで、えー、何事だと思ったら大久保祭度も、えー、その八谷の動きから、えー、あ、これはも罠を仕掛けてるな、ということを、 えー、まあ察知して、えー、無事退学するということで、まあ、大久保一族が非常に奮闘しているというのは、どうも伺えるというふうにか見られています。えー、それから、えー、一騎型のババコ平太。 あるいは石川綱の軍勢が上空寺の攻防に荒て的で、これは非常に、えーあの、この合戦の奇数に大きな影響を与えた。要するに、これに対して家康が反撃し、家康が勝つという小豆高の合戦が起こると。これがまず、6年、百六6 3年11月の合戦ですね。で、まあ、これで家康サイドが反撃し勝って、家康有利なまましばらく、 えー、二か月。えー、A、67年、翌年の、えー、正月に合戦の第二幕があの始まります。千9 6六年の正月十一日、張有崎方面に、これ、いいじンんで二位です。イエスが出演して終日合戦になった。正月11の合戦ね。これは中根利重とイエス型の中根利重と,ししげと息が止まってね、森津が合戦し、互いに、えー、手を縫って対決します。で、それに対して、 家康方の鵜殿長助が森綱をかけますが、森綱の父、高綱によって、えー、森綱は助けられ、鵜殿は討、えー、ち取られます。そこに、えー、家康が参戦して高綱と付き合います。すると、えー、高綱の上にあたる内藤仁一が、自分のおじか、主、え、君、ー、の家康かと、えーまあ、悩,む悩んだでしょうが、高綱をいいあの射抜いて、高綱は、えー、戦死してしまうと。 良くなりなります、まあ,あのだからあのこれあれですよね一騎型とそれから家康型はあのそういう非常に複雑な人間関係を結んでいるケースも多くてあの妹婿やったりおいやったり非常にこういう難しい、えーまあ、人間関係がある中でそれが家康型と一騎型に分かれて戦っているということで、まあ、いろんなあのストーリーがこうできていったみたいですね。で えー、2月13日、家康型が25名の手察部隊が、えー、出発します。ところが、一、えー、期型の渡辺森綱と遭遇戦になり、家、え、康、ー、型の、えー、人間を多数戦死するということで、これが家康型が唯一の敗戦ということになります。で、えー、まあ、あのー、長引く活戦の中で、1期サイドでも、あれですね、あのー、非常に沿線、 で佐々木上司の戸田忠次は、家康の関係をこう持って一期型に入りましたが、えー、まあ、家康に戻ろうとして、地内に家康を入れようとしたんですね。家康軍を、えー、引き入れて、えー、ということで、これを六件して、結局忠次は一期のもとを離れて、家康のもとに帰参、えー、しています。 まあ村岡三清氏は、私もこれちょっと、あの、現物立てに入手してないんですけども、えー、水信元の須先取りでの攻撃が、まあ、かなり大きな影響を与えてないかということを書いてあります。で、えー、野場の夏目義信は、えー、処刑されかけるんですけどもこの、夫ととが取りなして、除名し、えー、まあ、後に信、あの、くいに隠れてたところを捕まって、えー、処刑されかけるんですけどもこの、夫ととが取りなして、除名し、えー、まあ、後に信康に使え、え、味方からの合戦では、 えー、家康の身代わりになって、えー、戦死しています。まあ、夏目漱石にとって、あのー、幸いだったのは。あの、信康の死を見えない水に、水に済んだというあたりですね。で、大草の松平正久は、西国に逃亡して、加藤家もに使えるという伝承が、え、一切があります。 で終、えー、結ですけども、家、ま、康、あ、軍は基本的に2月13日の戦いを除くと基本的に勝ち、戦が続き、えー、一期サイドは、ただ一期はそれでも続きます。そうなりますと、当時の家康をめぐる状況ですが、要するにこの自分の足元がガタゴタゴタすると、要するに今川から、あるいは武田から、武田と今川がもしここで、 人は泡を吹か,かされた徳川をぶっ潰してやろうと思ったら、もういつ行くの今でしょうというレベルなんですよね。だからまあ、武田、今川連合あの同盟が一気に家康につかみかかったら、家康は絶対別のピンチになるということで、家康さちとしては、この問題をずるずると引き伸ばすわけには勝ち続けてるから言うて、そのまんま。 あの勝ち買った、勝った、また勝った、勝った、勝った、また勝った、ったったいうとも、一気つな、結局、家康に対する不満から、どん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 と再生産されていくわけであって、勝っても勝っても続いていたら、そのうちにこいつらが入ってきたら、ジエンドですね。そこで、大久保氏は一気に和談を持ちかけます。一方、一気サイドもこれが当たりに分利だったわけですね。やっぱり勝ち続けたことには意味があって、要するに、一気サイドがしたら負け続けた。だからもう、一気サイドにももう、 そろそろやめようかという、え線気分も、えー、出てくると。で、そういう中、八康妥活が降伏する、これが一つのきっかけになります。で、えー、結局、大久保による和切り崩しと和談の動きの中で、あの条件がこういうふうに決まります。次内の赴入は守る。それから、一期税の除名は、一期税で除名する。家康としては、一期税を除名することがあって、非常に難所不祝めたらです。そんな見示しがつかへんやろと。 ここで、こんな大騒ぎになって、ですね一気税を、えー、まあ、これ、自治内の赴任を認めてあって、一気税を助けらたら、これ、一気税一方的に勝ってるやんと。えー、その大久保忠勝が、えー、いや、そういうこと言ってる場合じゃないですよと。もう、このところで、あの大原戦と今が竹田さんみたらい,いしますもんと。言うて、家康も仕方がないねということで、家、ま、康、あ、は勝ちまくったにもかかわらず、 地、えー、内の赴任、それから一期税の除名という、まあ、か,かなり一気に譲歩した、えー、条件を述べることになります。で、えー、本宗寺の一期税は、まあ、立てこもっていたんですが、えー、この大久保忠勝が入ってきたら、色めきで立って、戦闘に攻めてきたかと思ったんですけど、和断成立を聞いて、えーまあ、非常に喜び、彼らはそこからいきなり家康にひら返しをして、 他の武装勢力の鎮圧に協力するという形になっていて、まあ、一気に、えー、この問題は終結に向かいます。でえー、松平・家ツが降伏して家康に帰参、荒川義弘は没落して川内の国で病死だと伝えられています。キラヨシ義昭は六角城を頼っていたんですけども、まあ、最後は摂津の国、芥川城で戦、えー、死、酒、えー、井忠久は最後まで交戦しましたが、最後は鶴岡の国に逃亡するという形になっています。 家康の、まあ、たぬき親父っぽいところはここで、えー、三ーの参加人に対して、終止外の教養か、人を破却するか、どっちか選べと。で、ここのところに逸話がありますね。えー、以前の通りというふうに、お寺の特権は以前の通りというふうにあるじゃないかというふうに言ったら、家康は、以前は野原だったんだから、以前の通りにせよというふうに言い張って、人の破却、僧侶の退去。 とということになってしまうだからイエスは終結した後に手のひら返しをしたということですね。要するに、寺内の赴任と一きずの除名を条件にあの求めて、た、まあ、だか寺内の赴任は認めてやるが、終止符をするか、このお寺をぶっ潰すか、以前のようにあの、それこそ以前のように赴任を認めるというかその以前は物治ったが、以前のように物治りしてまえというふうに言い放ったという逸話につながる、えー、やつですが、まあ、要するにゴールポストをガーン起こしたんです、ね で、それにこうした総理として退去し、えあの、三河国では一向衆は、えしばらく完全に、えあの、非合法になります。で、鳥獅郎左衛門、渡辺八郎三郎、なきり、えぇ、孫郎、渡辺玄三、本田政信、本田正成。え彼らは、あの、本田政信なんかは、あの、今、なんかいろいろと、え松賢が、あの、演てますが、 えー、彼らは三河を離れて浪人となります。で、かあの本田正らは帰っていきますけども、えーまあ、帰ってきた人もいないし、帰ってくる人もいるし。で、渡辺盛綱は平岩近良氏の取り継ぎで家康の斜面を受けて、で、えー、この渡辺盛綱はその後は大活躍したというふうに言われて、えー、大活躍したんかと思って、えー、ググってみたら、あの戦国武にもカードが2枚ありました。ので、で、見たら徳川十億新章で、 えー、すげえ出世してるじゃんと。えー、いうことで。えー、あ,あそういう人なんだと。まあ、私の戦国時代の知識でかない戦国戦にあの頼ってるところはありますんで、あの、あれなんですが、あの、まあ、考えてみたら、あの、私は戦国時代に入っていった、あの、入っていったといその、初、えー、めて戦国時代に関する、えー、原稿が、黒島悟さんの、列島と、えー、列島と、なんか、あの、要するに、あの、 書評なんですけどね、書評、黒島悟さんの本の書評なんですが、えー、その書評のときにも、あこの人はこういう文かとかいうのを結構、ゲームであの私とてはゲームで結構、大事だったなということでね。で、終、えーまあ、結、そして、えー、家康は、えー、三河全体の領土支配を、えーまあ、これによって、 あの獲得するのですだからイエスとっては非常に大きな活気となっています。で、えー、戦後20年にわたって、えー、それたちは国会追放されますが、小牧・長久手の戦いを前に、赦、えー、面されます。というのは、やっぱりなんだかんだ言うて、先ほど見たように、あの地域に非常に深く、えー、こう食い込んでいる一向宗の人々のネットワークをこう掌握するには、 まあ家康としてはどっかで手打ちしなければならないと。で小牧長田の戦いで、秀吉との戦いを前にして、えー、まあ、彼らが秀吉に寝返ったらと思うと、もう、それはちょっとまずいわけですね。えー、そういう中で、あの本能寺の変異のあと、えー、秀吉との合戦を前にして、えー、あの三河のえ一向宗は、まあ、赦免されるということになります。 で三河門とは非常にそれ以降大きな力を持ちますが本願寺強女これはあのですねあの連女に反発してあの信長に降伏した本願寺連女に反発してあン女に反発して徹底抗戦目指したやつですね結局、まあ、あの諦めたわけですがえその時にケ女に技絶されて、えーまああのですね、少女が後を継ぎますが えー、今日にはその後三河門島を通じてイエスの関係を深めていきます。で関ヶ原の合戦で、えー、三河門島の資源を受けて家康、えー、と,との関係を持ち、えー、その結果1603年に、えー、東本願寺が、えーまあ、あの許されると。で、まあ、この東本願寺と西本願寺に関してはこう2つに割って、えー、本願寺の弱体化型という話,話がありまして。 まあまあ、本田正信が東西分派を、まあ、家康に持ちかけたという話がありますが、こういう本田正信がどうたらこうた話を見る限り、あるいはこの実際の動きを見る限りでは、この本願寺のえ分割というのは、本願寺内部で分裂していたものを、まあ、あ家康が、秀吉及び家康が、それを、まあ、どちらか一方に決めたらめんどくせえから、あの、両方と見てみましょうという、そういう関係かなと思います。 で、本田正信の葬儀は東日本で行われています。で、えー、本願寺門とは、三河から江戸に移転していて、まあ、江戸にも本願寺がいっぱいいますね。なんでやろうと私も実は思ってたんですが、えー、そういうことなんですね。ああ、なるほどと。 筑基地本願寺とかいくつかの東京に本願寺系があって、まあ、本願寺のても今でもありますけども、なんで江戸に本願寺あるようなことは、ああ、そういうこと。三河本願寺の、えー、三河の本願寺門とが三河から江戸に、あの、家康と共に移動していったんやなと、えー、いうことなんですね。だから江戸には、えー、結構本願寺が多いということで、あの、これはまた後にしましょうか。一旦ここで話を終わりしましょうか。 うちはあの、西本願寺なんで、だから秋が一番なんか <laughs>、と思いますああ、なるほど。あ三河は東なんですね。うん、東なんですね。うそうか、うん、あそうか東系やね、そういやで。よくね、あの、秀吉や家康にね、操られて分割されたって、そういう都市伝説がありますけど、 どうもそうではないみたいですね。うん、どうもあれはずらとしでてるんでしょうね、たぶ、うん。本願寺側の都合で分裂したのを、武家、うん、側はまあ、自己承認したと。そこに手突っ込んだら泣け出しますからね。<laughs> 本願寺のこの分割のどう見ても、煮えたぎった、油が煮えたぎてるならても、てそこに手突っ込んだら泣け出しますわね。あ、なるほどね。かえって何かしたろうと思って手出すと。 まだ揉め出したらややこしいことになると、うん、どちらかに加担したらもうアウトですからね、これ。めんどくさくなりますからね。煮、うん、えたぎてる、あのまあ、こういううもめとかあの、分裂のはここに手つこむとほんまにやけどしますからね。では質問です、えーと。親族が別れて戦うのは家を残す意図があるんでしょうかそれはあると思います、私も。 ここには避けがないそれはあると思います。あの、ただ、この一個一気の場合は、どうなんでしょうね。一個一気につくのはどう考えても悪手でしかないから、家に残そうとったら家康につくべきかなと思うんですよ。ただ、キス、今川との関係がやっぱりバックにあるから、それはあるかもしれませんね。二つに分かれちゃったのは、家中が二つに分かれるケースの場合。それは、あの、可能性というか、そういう側面も考えなきゃならんですね。はい。 結,構結果論的にはね、家康、すごい得してますね。ものすごい得してますね、これで。あのややこしいキラとか、松平正久とかどっか行ってしまったわけだから。うん。うん。この辺、厄介ですもんね。厄介でしょうね。こんなんキラなんて、はっきり言うてどないせ、中年という。お前なんで、主語ならんかったみたいな <laughs>。うん。 いやそあの三河の守護なんて、キラの格から言うたら、下すぎて、そんなもんにつけますかいなという感じでしょうね、これ。質問があります。互いに親族が敵味方に分かれて戦っていたようですが、適当に戦ったふりだけしていたというようなことはないんでしょうかあそれはありますよ。うん それはあのよく、うん、そうか、まあ、親族同士が戦場にもま,みまみえて、これはどっちかでしょうね。もうとりあえず、手抜いて、こう、やるか。あの、ここでもあれですよね。あの、どっかにありましたね。えー、っと、この八谷と、まあ、大久保、 えー、もう、蜂屋は、大久保はそのまま、えー、ワンにかけられるの嫌がったんで、あの、わざと変なことやって、知らせてやってるわけであって、まあ、そういうのはあるし、あ,あの、もう一つは、お前、あそこに敵あの、敵にもいっぱい仲間いたよな、何言うんですか私はあの、あんたの様一人で座っでうわーとめちゃめちゃハッスルケース,するケースもあ,るありますしね。両方ありますよそれは。 の時代家を残すことが最重要だったら何ででしょうかまあ要するにまあ、何で言われても家が一つのレゾンデートルであって家が滅びちこれあれなんですよね家が持てば自分死んでもいいんですよ嫌ですけどね <laughs> お前のお、お前切腹しろ。家は残してやるよ言われたら、喜んで腹を切るか言ったら、私痛そうやし、えー、死にたくねえなあと思うけど、それはやっぱりある,ある意味近代的な考えたのかな <laughs> やっぱり家を滅ぼす。やっぱり家を単位に考えてるんで、家を滅家が滅びる上なら、まあ、あの、あれですよね。あの、大日本帝国は、 あの国体が滅びるぐらいなら国民全員、あのー、滅亡してやるなんて、与内三光政でも思ったぐらいですから、まあそういうものでしょうね。いやびっくりしたの世内三政は、与三光政さん、そっちかいみたいな。要するに、あの、連合、GHQ が、てか連合軍が天皇制をなくせ言うたら、あそれを受けられんからもう一億総局さえや言うて、与内光政がそう言い出したらしいとかね。井上茂雄氏は、いや、天皇制なくなろうが、日本が、あの、 手の背なくなろうがその、すぐ降伏すべきやというのは、やっぱり少数だっみたいであって、それと同じですよね、多分今頃のね、戦国時代のコミック見ているとね、よく出てる話なんですけども、えっとえ家臣の武士がね、はい、これが死んでも主人は、我が家のことを面倒見てくれるはずやと、信じていたというのが出てくるんですけどね、例えば、松田の場合やと、本田なんか、 うちにしてますよね何回もはいでちゃんと我が松台だけは我が本田家を面倒見てくるはずやとそれは本当なんですかねそれはやっぱりあの主君あの主君の義務ですよね、うん、あの何やったっけなあの私あんまり薬剤薬剤も漫画とか薬剤漫見ないんですがあの静かなるドンを え前、あの前官、前回じゃなくて、あのただで読める分はただで読んで、かあのただ読めへんところは全部買ったんですけども、あのよく出てきますよね。要するにあの、抗争で死んだヤクザの,あの遺族は組が面倒を見る。多分それ、多分同じメンタリティだと思います。うん、だからあの、そういう意味では、あの例えば、あの、手傷を負うとか、戦死したら、 その一問はいや、報酬はポーンとくるんですよね。あそ怪我するとか死ぬというのは大きな貢献ポイントやって言われてましたね。そうなんですよ。うん、だから、竹崎末永なんかは、あの足立康文から誰が死にましたか言われて、いや、死んでません。<laughs> ほんならあの、大した功績じゃないでしょうと。個人としては死んでも。 個人が死んだことが家には大きな業績として評価されると。うん、そうそうそう。なお残すとかいう、ううそういう名誉じゃなくて、もっとね、実利的なものがあるみたいですね。そうなんですよね。うん、それは名誉だけでは死にませんよね。あの名誉だけで天皇陛下を話しに行くのは多分大日本帝国の千の1940年代の大日本帝国だけですよ。はっきり言って。うん えつまり、近代の軍隊はそうですね。やっぱりフランスの国民というのはあのネーションとかそういうのができたら、だから大日本帝国でこ言い過ぎで、あの近代以降の,あの国民軍というのは国の名前で死んでいきますよね。ほとんど二足三門で。で、それ、あのフランスのすごいのは、 あの、そういうシステムを、国民国家とも作ったこと言われてますよね。あの、それまで要するに金を払うて、傭兵で金を払うて、あの、軍,軍隊一緒に作ってたのに、あの、愛国心をこう、うわーっとこう、注入すりゃ、あの、愛国心をぐわーっと注入すりゃ、あの、こいつら、うわーっ込んでいくというシステムをフランスが作り出して、<laughs> これはそれ威力あるわけですよ。という話を読んだことがあって。ああ、ははは。 とか二足三門で名誉のために死んでいくやつらを作り上げたのは近代のフランスの民主主義なんで国民国会になってからなかなか降伏しなくなりますもんね。それまではもう負けかけたらあ,あ逃げようということで戦争は割と短期に終わる。うん、結局この時代はあの戦国時代ですけど収入単位が家ごとになってるから。うん で自分が死んでも子供の収入が増えるならそれでいいという、そういうはずなんですかね。そういうはずなんでしょうね、うんあの。自分の部下とか自分の家族が豊かになるみたいな。そうん、思ったら死ねる人もいるかもしれない。私は嫌だけどそうです。ででそれであの自分の命を懸けてもいいと思えるかどうかがね、私なんか、あの。 無理です。個人として生きたいと思ってるから、うん。でも多分そういう私とか松本さんみたいに、個人としてというのは多分近代的な考えなんだよ。うん。<laughs> 戦国時代はそうじゃないんでしょうね。うん。戦国時代は多分そんな個人なんていう、多分そういう発想も多分ないんかな。うん。あ、でも痛そうやから嫌やけどね。い痛みに弱いから。<laughs> YouTube で出てますけど、 現代国家でも戦車の年金はこれはいりますよね。現代国家であってもね、国家のために、死んだ人のために、年金は、遺族年金を払いますと、うん。それはそうですね。年金はかったらね、うん、戦いに行ってくれませんよね。いや、まあ、あのそれでもあの、ロシアクラスだったら、しわき上げて、いかつたりするかもしれませんけど。うん。あと、大日本帝国はそこのところは手がったりとかだったですね。 日本は、未亡人が家から追い出されないように、借家人の権限を強くしましたからね。うん、軍人恩恵もちゃんとあの、うん、戦争負けだと一旦潰されたけども、復活させたし。うん、家イコール決闘と言い切ってもいいか。いや、そうでもないみたいですね。そうでもないんですよね。ねあの平気で容姿入れますもんね。当主、うんうん、がダメだったら追い出して。 うん、養子取ってでも家が残った方がええんやという。家つない、まあ、今からば一種の企業体ですよね、あれ。うん、そうですね。うん。だからあの、家の当主が全面的に力を持ってるわけでもなくて、やっぱり企業体なんですよ。うん、で、取締役とかは結構権限を持ったりして、まあ、六角なんかも完全にあの社長の権限が弱くなっちゃって、あの、あれですね、取締役とかが。 あの自由自在に当初をこう、うちなんかね、歴史のないですけど、歴史のある家でね、フィールドワークしてると、いやそんな家残すために、当初がだめやったら追い出して、交換するのは当たり前やって言ってましたよ。うん、だから、あそうかと、決闘より家が大事な、その家をそう、財産を持っている生活共同体としても家が大事なんであって。 血がつながってるかどうか、そんな大事ではないんやなと思いました。フィードバックして,してた頃にね、まあ。大名家なんかも結構あの、ブチ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 切れてますもんね、あれ。うん。大名家なんかも大会社みたいなもんですから、そら、うん、潰れたらね、従業員みんな路頭に迷いますからね。で、そういう意味ではあれですよね。 あの徳川家からあの養子迎えるのはもう最強の切り札で家なりの息子なんていっぱいおるからいっぱいあの我も我もって養子先が決まっていくという。蜂、うん、塚家なんてあれですもんね蜂塚公爵があの明治天皇のタバコをピッと窒気したら孤独の子孫はやっぱり泥棒すんのかねからからだけどいや家なりあの徳川家です <laughs> みたいな出身は。だから公爵やから。